選手によるシャンパンファイトです。佐藤選手ありがとうございます。ゴールした瞬間はどうでしたか？正直すごく垂れてたので刺されてしまうって思いながら、でも皆さんの声援が届いてたのでもう諦めずに最後の最後まで粘り続けました。ありがとうございます。本当にたくさんのファンの声援があったと思いますが、こうタオルとかそういったところは見えてましたか？はい、もう関東も出た時からすごく名前を呼んでくださったり、タオルだったりオリジナルグッズ持ってきてくださって、本当に耳からも目からも応援が伝わってすごく嬉しかったです。はい、よかったです。日本食食べれて嬉しかったと言ってましたが、何食べたいですか？まず私ラーメン大好きなので、はい、ずっと我慢してたラーメン食べに行きたいです。わかりました。それではたくさんのファンの皆さんに一言お願いします。はい、遅い時間までたくさんの声援ありがとうございました。皆さんの前で最高のパフォーマンスができて、温かく迎えていただけてすごく嬉しかったです。また次は9月に全日本トラックとそして前橋競輪を走るので、どちらも応援に来てくれたら嬉しいです。今日はありがとうございました。佐藤選手おめでとうございました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ではそのままですね、記念撮影に移らせていただきます。プレスの皆様よろしいでしょうか？ではお二人、まずはですね、一番向かって左側、あちらに視線を送っていただければと思います。ありがとうございます。大歓声とすごい花火と、素晴らしい雰囲気でしたけど、場内でどうでした？真ん中で。でも装飾とか演出がすごすぎて、はい、ちょっとなんかお客さんに応えたい半分、なんか演出も楽しみたいっていうなんか、はい、ちょっとなんかどっちも欲張りたくて、もう一周ぐらいウィニングランしたかったですね。確かにね、それ平塚はねちょっと特別なぐらい素晴らしいのでね、まだでもねこれから先に何度もそういうシーンがあればと思いますし。今回シャンパンイギリスさんっていうのをしっかり覚えたんで、うん、次回どんなシャンパン来るかちょっと楽しみにしたいと思います。よし、もうまだまだこれからね頑張り続けてね、我々を驚かせてください。ちょっと休ませてください。ちょっと休んで。そうよね、全日本トラックがあるけど、はい、ちょっと休んで頑張って。はい、はい、頑張ります。ありがとうございました。